レベルが上がればマックスになるでしょ。ヤマさん、そんで2階に1階オートケア。なるほどね。で、物件で、物件売買でエンプティのところに、100万とかあるわ。140万とかあったわ。140万。だけど維持費さ、49万でしょ？さっきの100万は22万。まあ、どっちもどっちか。145万にするか。これにして、450万で買って。うん。サタンさん、うん、パピコにあり。なんだよ、パピコにありって。ちょっと1個だけの、それ可愛いね。だよ。人雇うか。で、人を、人材で、レジェンドがいない。レジェンドがいないわ。ふざけたやつしかいねえわ。どうしよう。こいつ、ちょっとね、こいつは何が強い？説得力。こいつ説得力、こいつまんべんなく強いな。こいつオールラウンダーだな。とりあえず、こいつを店長にして、こいつを店長にして、で、こいつはちょっと引いてるものがあるね。女性社員もいないとね、男性社員やる気起きないからね。で、こいつか。OK。で、物件で人材配置で、ここを、さっきのオールラウンダー、こいつ、ちょっと俺顔が好かないな。顔があんまり好きじゃないな、この人。簡単な仕事だな。よし、OK。で、これにして、物件強化で、どれもいけてねえな。一旦基準を満たすか。基準満たして、ここも基準が足りねえな。もうちょいだね。こっちだね。これで基準満たして、で、これ、多分どうせ3つあげればいいんでしょ。はい、OK。で、もうお金がやばい。よし、OK。もうガンガン使ったわ。売上規模218万だけどね。全然足りないけどね。まあ、社員のレベルが上がればなんとかなるでしょ。社員のレベルが上がればなんとかなるよ、これは。で、ここもなんとかなる。で、こんなにお店持ってていいの？収益予想が。で、またお店買うの？だけど人がもう雇えないよ。人も雇えないよね。二人しか雇えないもん。お店回せねえもん。新しい人が来るまで待つか。そしたら、CM ができるかもしれないから、いいか。資金調達は、いいか。ね。お、ラベビタさん。タバコ。ラベビタさんほんとよくいてくれるよね。ありがとうね。で、これで収益上げて、あ、オートケア忘れてたわ。はい、はいはい。稼ぐとするかの、トメちゃんは止まらないよ。よし、よし、うん、うん。うん、ありがとう長見、ありがとうラベビタさん。うん、ラベビタヒヨキさん、テヘペロ、テヘペロなんてわかるの？テヘペロが通じるの？お、今昇進しないとやばい人いたね。よしよし、オッケーオッケー。風俗ブーム、風俗ブーム、トレーナーも来たね、有名トレーナー。めっちゃ増えてる。パピコヒューヒュー、パピコヒューヒュー。だよ、パピコ言うて。いいけど、これこいつ雇って、神のやつを雇って、こいつも雇う。パピコヒューヒュー、すごい。タケルとかどう？鉄砲玉の、何これ、工事、鉄砲玉の工事、鉄砲玉の工事、名前で採用した。鉄砲玉の工事、こいつは強い、間違いない。俺はわかる、俺は肌で感じた。鉄砲玉の工事はやばい。よし、 OK。オートケアして、鉄砲玉の工事はやばい。絶対にやばい。俺は分かってる。で、売上規模がでかいやつ。100ちょっとあったね。107万。維持費33万で107。100万で22。こっちだよね、買うなら。よし、OK。よしよし。で、人材配置で、また、レジェンド。レジェンド神岡。これ、お店働いてない人、こいつら。こいつらか。で、知名度が高いやつ、こいつ。はい、わかりました。はい、よろしくお願いいたします。で、鉄砲玉の工事。わかった。頼むぞ、鉄砲玉。で、今ね、お店経営してんだよね。ちょっと待ってよ。こっち、基準満たしてないか。で、これやって、ここを上げて、それでまたゲージを超えるまでこうやって、で、ここを上げて、で、
レベルマックスだと。で、で、え、足りないじゃん。よし、オッケーオッケー。これ順調じゃない？これで。よっしゃ。あ、待て待て、やばいやばい、あのロック解除するの忘れてた。オートケアだけしてた。あー、やっちった。社員やる気に見せてるな。あ、全然いいじゃんこれ。もう全然稼げてんじゃん。赤字のお店一軒もないもん。ほら、赤字のお店一軒もないからね。うん、ほら、はい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 、よしよし、株価上がるしかねえわこれ。役員報酬が楽しみでしょうがないんだけど。嘘でしょ、もうこんなんでいいの。こいつロックかかってるでしょ。こいつ、はい、レベル上限上げて、はい、出世しました。あなたは出世でございます。はい、あなたも出世でございます。で、ロックが他にかかってる人いないよね。 OKOK、 待て待て、これでまた稼ぐ。完璧やん。よしよしよし。維持費が高いね、あそこ。真ん中、下から、真ん中じゃない、下から2番目、上から3番目。うんうん、ウィーダーブリッツのどんなビデオ。ジンジンジンギスカン、ヘライタホーライタヘライタ、今湧いたジンジンジンギスカン。オーブラ、人材さ、さっきの人さ、これ使った方がいいんじゃない？長野。強いね。宮国。ありがとうございます。チャミさん5000円ありがとうございます。で、こっちで、ここね、こいつ、割とできそうなこいつを、こいつをこれに変えていいんじゃない？吉田沙織。任せてください。吉田さん。いや、ちょっとダメだ。ダメだ。お、お、あ、ちょっとダメだダメだ、俺今失礼なことを絶対言った、失礼なことを絶対に言った。ちょっとやめてこう、やめてこう、ちょっと待って。いや、どっちにとっても失礼だから。ほんとに何言ってんのよ、何言ってんのよ、マジでふざけんなよ。レベルマックスね。もうこれもう投資するのないじゃん、ほら。長見、長見、投資するのないよね、ほんとに。なんだよ、最高って言ってくれよ。まあこれでいいか。ここで株主総会準備、準備も何もないんだよね。もう結構精鋭揃ってるからね。神が揃ってるからね、ここ。神揃ってるか。絶好調 10%。あ、ここで見れるの？第6期って書いてるわ。株主総会第6期なの。俺一回数え間違えてたわ。株主総会の準備するか。編成画面で、ここに、ここに、私に任せといて。大丈夫。吉田沙織ならいけると思う。ビルの吉田沙織。もうこれ、このメンバーでも最強じゃない？最強夫人でいくか。ちょっと西尾が気になるんだよな。
西尾説得力高いんだけどな。西尾、うーん、まあいっか、行くか、株主総会行きますか、行こう、うん、株主総会、はい、はい、第6期定時株主総会を始めさせていただきます。前期と比べて変わったところを申しますと、まあ、株主ランキング100位以内に入りまして、新たな投資先が見つかりまして5000万投資させていただき、されていただきました。で、住宅な資金を持って会社の成長を願わさせていただきました。はい、運営管理も任せてもらいたいです。よっしゃ来い、よく言えたね、よっしゃ来い。支持率も上がっております。それでは株主さん、それでは質問さん、はい、いくら横領したんですか。いくら横領したいわ。これジェシーね、こいつジェシー姫だ。お前だけはマジで許さん。これ、はい、赤、赤の声ね、体力もこれで死ね。まだいけるかお前ジェシー、メロメロ、ジェシー姫だ、メロメロ。よし、ジェシー姫だを倒す。あいつはマジで許さん。どうしよう、金次郎と姫吉、金次郎姫吉どっちがいいかな。ちょっと、オッケー、こいつ、はい、おう、なめんじゃねえぞお前、もう一発いくか、吉田沙保里やぞお前、マジで、おい、マジなめんなよ、隕石なんて雨みたいなもんじゃん。よし、オッケー、なんだよ、青、赤、はい、赤打てない、同じ青で、で、赤、赤打てない、赤打てない、やばくない、この鶏がマジで強い、鶏はマジで強い。あの緑に強いのは赤ね、赤は取っとくか、赤は取っとくか。よしよしよし、メロメロだからな。あいつをギリギリまで待って、残り30秒、よし、 OK。 お前止めちゃなめんなよマジで、止めちゃなめんじゃねえぞ。で、赤でいくわ、おい、はい、くっくっ、株主総会支持率 100% 完璧だわ。今回の大成功を祝して一つ、うん、よー、うん、サクセス、最高の株主総会だったな。見たか、見たかこれ、大幅アップだ。よっしゃ、もう負ける気せんわ。うん、ジージー Thank you、 役員報酬16万になったよ。ナイスナイス、 Thank you。株主を50人説得する、もう完璧やん。物販管理、今物販、物販、物販なんて売りかやんの、物件じゃなくて。資金調達、資金調達もいらないでしょ、氷菓子銀行。あ、これクレジットヒステリーかな、ここからクリアしていかないとここまでいけないんだろうね。エグゼクティブとか試しにやってみる、お金があるときに借りてみるか。お金、お金が余裕あるときに借金するもんだから。で、実行する。一括返済1000万。返済したらどうなる？何も起きねえじゃん。もう利子分損しただけじゃねえかよ。嘘だろ？いや、行くわ。よっしゃ！なんだよ。営業開始だ！利子損しただけじゃねえかよ、今の。よし。よし、行くか。行こう行こう。オッケー、ゴーゴーゴー、くっ、黒字、くっ、黒字、くっ、うっ、うっ、700万。やっぱグループ収入が大きいんだろうね。みんなレベルアップしてるじゃん。あ、鍵かかってる人いっぱいいるね。株価もアップ。これ何、投資か、投資結果は五分五分って、成功時配当金1800万、いらんな。 CM 来ないのかね。お、 CM 来た、実行。よっしゃ、 CM 買った、来た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 、 CM 変えたよ。これオートケアするでしょ、オートケア、オートケアからのロック、鍵がかかってるやつどこ、ロックかかってるやつどこ、どこにもいないんだけど、嘘でしょ、どこ、これ、ラベビタビューフィンさん、頑張れ長見、 Thank you ラベビタさんね、行くよ俺、行けるところまで行くよ。こっちだ、柿のマークないのこれ、自動オート昇進ないの、社長って言われたわ、うん、社長、俺社長か、そういえば。よしで、これもうお店買えないでしょ、物件、物件売買飽きないもんね。じゃ
じゃあこれでいくか。よっしゃ行こう。営業開始だ。あ、これ CM？ わあ、一番せんべいだ。一番せんべいだ。一番せんべいの社長の春日さんだ。私が社長です。一番せんべい、笑顔が一番成果です。ダメだよ。来た CM 来たわ。これ何？ CM 来たらどうだと。え、なんか車に乗ってるけど、いけんじゃねこれ。あえてゆっくり見るわ。ライバル会社になる。来た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 。ついてるな。ついてるよ。えぐえぐ、売り上げすごいよ。えぐえぐ、もう飛ばすか。いける。まだ伸びる、まだ伸びる、まだ伸びる。1300万。今回の営業結果です。くわ、素晴らしい結果ですね。これレベル上がりまくんじゃない。3人ね、ロックかかったの3人ね。株価も上がるわな、そら。まだまだ成り上がるぜ。よしよしよし。おお、いいね。野呂さん、グムしてみんな、飛ぶぞ。飛ぶぞ。飛ぶぜ。お、来た来た来た。こういう人さ、どんどん雇ってさ、こういう人をどんどん雇って、人材管理で、お店のさ、お店のさ、こういうわけわかんないさ、平山ってやつさ、平山レジェンドだな。平山はわけわかるな。ちょっと待って。吉田沙保里だな、ここは。ちょっと待って。吉田沙保里って何度も言ってるけど、申し訳ないけど。どっちだ？ちょっとわけわかんないやつと交代するか、この人。この人と、ちょっとレジェンドを交換しよう。雇った、ほら。もうスーパーシェフだもん、見た目が。シェフ。待って。他に、もう、これあんまり弱そうなんだ。こういう人たちさ、どんどん入れてさ、これいいんじゃない、レジェンド。あ、いいよ、レジェンド。これもレジェンドね。お店の配置のスロットちゃんと見てね。お店の配置のスロット、あ、下のあれ見ないとダメ。俺何も見てないよ。サービスが悪いわ。サービス良くしないといけないってこと、これ。何も考えてないんだけど。ハートが上がるやつがいないんだけど。野呂さん、うん、サブ派一つしか伸ばせない。え、ハート、ハートが伸ばだけど、リーダーがさ全部伸びるんでしょ。野呂さん、サブの伸ばせる場所も固定化されてる。この子さ、確かハートが伸びてたよね。ハート伸びねえな、ハート伸びねえな。ハート伸びるキワモンどこ。なんとかしてやるさ。あ、ダメだ、ハートが伸びる厄介者がいない。いけるか、いけるか、シェフ。ダメだ、サービスが悪い。うん、野呂さん、うん、そこのスロットは箱メーター。箱メーターなんだ。あ、あれで分かれてる。あ、書いてるわ。あ、なるほどね。こうやってハートとか書いてるんだ。はい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 、箱しか伸びないのね、ここは。はいはいはい、やっと意味わかった。はい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 、この上のマークがあれなんだ。はい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 、あは、野呂さん、先のスロットのところしか伸ばせない。なるほどね。そうとして、そうとってカテゴリー順って何？商品順、サービス力順、知名度順、知名度順で、知名度順でもう入ってんだよね、ここら辺。だからリーダーハサブ以外で伸ばせるところを採用って感じ。ああ、なるほどね。お店で働いてない人ってどこにいる？いた。こいつ働いてる？働いてない。レジェンドで働いてない人はいないのか。じゃあ適当でいっか、働いてない人。了解しました。ヒロ君入って、ヒロ君入ってもらって、次にレベルが高い人。鉄砲玉、野呂さん、あと。サブ派その箇所抜きに出て強い人を入れていく感じ。ラベリタビューフィーさん、好きな食べ物派なんですか？好きな食べ物、スイカ。あ、配置されてる。スイカがすごい好きだけど、もう2年ぐらい食ってない。今年も食ってない。今年もスイカ食べてないんだよね、野呂さん。そう、スイカ、まあ、実際今もらって食ったとしても、すごいがっつくように食って、俺も何も言わないと思うけどね。俺それ好きなの？スイカ好き、スイカすごい好き。お腹下すぐらい食べる。一玉もらったら大体2日か3日で全部食い切る。一人で狂ったように食う狂ったように食うし、家にスイカがあって食べれないとすごい落ち着かない。食べちゃダメって言われるとすごい落ち着かない。そわそわする、やばいよね。こっち
もう何もすることなくない？この辺さ、人が育たないと無理でしょ、このゲージ上げるのね。ラベリタビューフィンさん、おかちん、何おかちん、餅？餅のことかな、おかち。これ相当レアリティ順、レベル順、あ、レベル順いいね。レベル順だったらロックかかってる人すぐ分かるでしょ、この人吉田沙織。うん、よし、ロック、お、ロック、ロックかかってんじゃんこいつ。嬉しいです、よしよし、光栄です、社長、よしよし、お、また嬉しいね、よしよし、オッケー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 、これで、よっしゃ、あ、またケアすればよかった、毎回ケアすればよかったわ。これさ、500万でさ、1000万ずつ出るんだったらさ、めちゃめちゃよくない？2回に1回じゃなくてさ、オートケア毎回でよくない？俺忘れそうな気するわ。来た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 、もうコケで鶏の人鳴きでめっちゃ増えるもん、もうおかしいもん。よし、オッケー、負けんぞ、もうチャリチャリ入るわ、ゼニーがチャリチャリ入るわ。あ、またロックかかったやつがいるな。あれ、あいつもロックかかってねえか、ギリギリかかってねえか、一人か。よしよし、ノロさん、後々500万のクムで1億とか出るから美味しい。マジで株主総会が近いです。えぐいやん、株主総会また近いの、また近いんかい。レベル5の人でロックかかった人いたよね、この人か、一人だけ。さらなる高みを目指します。うん、さらなる高み目指そう。よっしゃ、よっしょ、 OK、 営業開始だ。うん、とりあえずこれで役員報酬もらったらだいぶもらえるんでしょうかね。で、それで装備品買うか、装備品作るか。てかさ、200万貯めるのってこれ結構大変じゃない？もっと増えるの？わかんないけど、1000万いったわ。こんなミニゲームこんなにやってる人いないと思うけどね。ここでお金稼げるんだったら一番いいけどね。よし、うん、君の目が貫いた僕の胸をまっすぐ。ありがとうね、どんどん上がっていくの。よしよし、よしよし、株価アップだ、もうガンガン上がってんだけどね、引くぐらい上がってるよ。売上アップ、トレーナーいなかった、 CM 放送聞かれた。え、何、マジでこれ、これ次来たら俺こいつ首切るからね、ヘッドハンティング、次来たら俺は切るからね、あいつ。よし、オートケアして、よし、え、株主総会なの、もうか、行くか、もう株主総会慣れたもんじゃない。第7期定時株主総会でございます。税金と変わらないですが、社員を育てることに力を注力いたしました。設備投資などは変わっておりません。業界最高水準で行っております。野呂さん、うん、強強だ、よろしくお願いいたします。支持率 70% ありがとうございます。これにて株主総会終わりとさせていただきます。ありがとうございます。もう増えてるしさ、それでは、なんだよ、増えてるじゃんかよ、何だよこいつ、たまりが、赤でやるか、赤、野呂さん、わらわら、ちょっと待って、あんまり聞かないなこいつ。よし、で、赤でボッコル、ちょっと待ったー、オッケー、よしよし、アイロベッド、待って待って、これはこいつか、こいつは緑でやっつけんのね。何言ってんのこいつ、お前吉田沙織なめんなよ、一撃だぞ。で、トメさんアタック、トメさんアタック、トメさんアタック、トメさんラストアタック、おい、年寄りの話聞けちゃんと、トメさんやぞ、なめんなよお前、こっち鶏がいるんやぞ。よし、こいつ、ナイス、ナイス、トメさん、トメさんの話聞けねえのかお前、ニワトリやぞこっちは、コケ、うるせえコケ、よし、黙っとけ、ニワトリに勝てるやつは黙っとけ、カマル総会出るんじゃねえ、シュッカ、オッケー、うん、赤、やばい、吉田さんアタック、マウント取っていく、クラウチング、待て、え、何もできない、ま、ま、うん、何、聞け、よし、あ、待て、確かに、待て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 、ちょっと待て待て待て、よしよしよし、みんなゲージが溜まって回復するの待とう、ギリギリまで待とう、ギリギリまで待とう、うちには吉田沙織もいる、待て、ここで最大限の土下座したら案外終わるんじゃねえか。どうや、聞かねえか、待て、あ、待て、あ、よし、吉田沙織500
吉田沙織の500。ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、本当に。うん、赤の人コスト14ででかいね、赤の人。あ、発言コスト、あの西尾だから西尾あんまり発言できないのあいつ。くよし、株価も大幅アップ、お18万、いいね、もらえる額増えてきたね。西尾買いといた方がいいの、発言コストが低い人俺知らないけどね。総コスト55、49、あ、みんな消しちゃったわ、間違って外しちゃったわ、相当しようと思ったら消しちゃったわ。相当リアリティレベル順、まずトメちゃん発言コスト7、わしが論破したるわい、ニワトリ発言コスト5、神の領域、あ、本当は14高い、10で、吉田沙織外したくない、吉田沙織外したくない、発言コスト9、こいつ安いな、緑か、赤の人が欲しいな、赤11、あ、9、10、9かな、9が安いかな、12、9だね、9のやつが安いな、赤よし、ね、OK、 もうこのメンバーで決定、ゴールデンメンバー、じゃ吉田沙織がいらないのかな、吉田沙織入れたいんだけどな、発言コストこいつ11なのよね、あ、書いてるやんここに11でしょ、だから赤の人が高いんだったら赤の人もう一人言ってもいいような気がするけどね。だけどな、ニワトリな、ニワトリ喋れない時あるからな、いや叫べない時があるからな、これにするか、あの適当にコメントしてくださって問題ないです、ゲーム外のコメント全然お待ちしております、雑談枠でございます。よし、営業行くか、うん、全然適当でいいんだよね、ノロさん、うん、ウェイ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 、お好きなコメントしてください。適当なコメントでいいです。よし。マスクシェナさん、ウェイ、シェナさん、シェナさん見てくれてたろ。大丈夫、大丈夫。ブラウザ閉じるなら今よ。本当に。俺は誰にでもいいよ、ブラウザね。うん、うん、マスクシェナさん、ロムってたの。分かんない、ロムってて楽しい、楽しいってか、うちの配信楽しい、先生いいとこないよ、いや、やばい、聞くなよ、そう、なんかみんなそう聞いたら楽しいと言わざるを得ないもんね。よし、これでケアもするか、オートケアして、エリちゃんどうしたの、ノロさん楽しい、楽しい、本当楽しいですよ、しょ、 ありがとうございます、やる気になりますわ、やる気になりますわって、ほんと適当にやってるだけだからだよ。よし、 OKオッケーオッケー、で営業開始しますか、どんどん、コケコッコいつも元気で本当にいい子なんですよ、私が落ち込んでる時は励ましてくれる、エリちゃん大丈夫か、相手ニワトリやぞ、大丈夫かエリちゃん、営業落ち込んでる時ニワトリ慰められんの、大丈夫なの、うん、あ、そうなの、あ、そういえばなんかクリップ作ってくれたね、あ、それ後でディスコに載せたっけ、忘れてたわ、クリップありがとう、助かりますわ、俺さ昨日の、昨日あれ前回のアーカイブだっけ、めちゃめちゃさ、めちゃめちゃ久々、あ、全然載せてもらっても、ディスコに載せてもらっても全然いいですよ、あそこ別に自分だけが載せるところじゃないからね、本当はねクリップ作ってなんか自信あるんだったらディスコに載せてとか言ってたのよ、確か最初の時で、後からそう言ったら誰も載せなくなったから、俺がエリスグリみたいな感じで載せてんのあれ完全そんな感じよね、あんまり無法地帯になってもあれかなとか思って、もうそのままで自分でやってんだよね、自分がやってる感じだけど、あれ誰でもコメントじゃない、ディスコにクリップ載せていいんだよね、よっしゃ、あれね、営業開始だ、ね、いやー、あれはあれでいいんですけどね、まあ全く適当でやってるからね、ウェイウェイ、ね、坊やが配信始めたらでかいな、スタンプしかできないのか、そう、俺さ、あ、そうそう、だから昨日の配信がさ8時間ぐらいなかったっけ、昨日か一昨日、うんうん、最速リーチから有極派最高だったね、そうだそうだ、一面待ちだったけどさ、誰もやんないんだよね、あれあれひどかったよマジで、絶対捨て牌も読めない状態でさやったのに
ヨロさん、ボーヤリプレイ配信だった。あ、リプレイ配信なの。マジか。ボーヤ何があったの。ダメよボーヤ。お、この人も雇っとく。発言コスト9、緑、説得力、ハートがすごい高いよ。ハートが高いねこの人。しゅんちゃん、しゅんちゃんハートが高い。ハートが全然足りないお店あったよね。ね、サービスか。ハート、ハートが伸びるところ、ハートが伸びるところ、ハートを伸ばして移動させてここに突っ込むか。ハート、ハート、ここ、ここにさっきのレジェンドさん入れたての、これ入れて、かしこまりました。かしこまりんこ。よし、オッケー。よし、これで、でオートケアしまくる。毎回オートケアしてもいいもん正直。すでにね、社員の人はね全力を出してほしい本当に。仕事終わった瞬間ね、うん、酸素マスク、酸素タンクだっけ、あれに突っ込むわ、あれに突っ込むわ。もうプライベート逆にないけど。だから何の話をしたっけ。あ、そう、なんか昨日の配信が長すぎてさ、自分のアーカイブ全部見切れなかったんだよね。昨日だっけ、この間の途中どうしても寝ちゃうんだよね。よしよし、あ、ロックかかったね、一人。陳健一が、陳健一がロックかかったわ。うん、はい、陳健一、うん、昨日だね。昨日だよね、やっぱそうだよね。そう、見切れなくてさ。役員、ますます頑張るぜ社長。ノロさん、ちなみに今日はそれ超えてる。え、それ超えてんの。あ、ほんと9時間か。またまた見直しができないかもね。結構時間ないんだよね、見直すと。開始するか、株主総会。第8期定時株主総会を始めさせていただきます。お願いいたします。社員メンバーを少しだけ変えました。育成方針も整えました。将来に向けての未来像、ビジネス設計ともにできております。資金も潤沢にございます。支持率 75% ありがとうございました。絶好調でございます。それでは始めさせていただきます。とんでもねえやつがいるな。ヨネコ、何あれ、あれなんだあいつ、半分あいつ地獄に入ってんじゃねえか。ちょっとわかんねえわ、ちょっと待って。よし、誰だ、ゲージ早いの誰だ。ゲージやっぱ青が早い。青をやっつけるには緑、青、トメちゃんアタックで、トメちゃんビンター。黙りなさい、この言葉を聞きなさい。あなた聞こえないのか。よし、 OK、 よし OK。 で次は誰行こうか。竹を行くか。赤は青ね、赤は青。行くよ、コケ。ちょ、コケじゃねえこれ、はい、コケ。黙れ、コケ、コケ、コケ。鶏につく、なんか言いくるめられてよ、あいつよ、情けねえの。赤か、赤の、待って、こっち、待って、こいつには攻撃しないで。ちょっと待ってくれ。ちょ待って、鶏こけ、こけ、もう一声、こけ、こけ、こけのもう一声がない。待って、一旦謝って。左のやつはやられるはず。オッケーオッケー、ガンジガラメになってる金次郎。大丈夫、まだ戦える。で、説得ゲージがたまる、ちょっと前。なんだよ、甘くねえだろ。待て、緑だ。待て、赤だ。甘い経営じゃねえから、お前ダメんな、黙っとけ。おい、しオッケー。もう株握りしめて家帰って泣け。ダメんだよ、俺の株主総会ダメじゃねえぞ。よし、 OK、 よし、 OK、 うんね、だからもうおとなしく分配金もらっときゃいいんだよ。分配金も分けねえからな、俺は自社の設備に全部投資するからな。分配金を配るぐらいだったら俺設備に回すからな、マジで。俺そういうタイプだからな、本当に。株価が上がった時売れ本当に。価値上がったら勝手にさ、分散するから待っとけ。それまで待っとけ、寝かしとけ。よし、もうタラタラ文句言いやがってよあいつらはよ、マジで信じてくれよ。ちゃんと会社回すんだからね、ほんとそうよね。信じてくれ、会社はちゃんと回すから信じてくれ。もうそこしか言いようがない。信じないと何もできないから。
よし、みんな分かってないよね。株はさ、投資だけどさ、やっぱ応援する気持ちがないと無理よね。多少マイナスになってもさ、頑張ってるんだなこの人はとか、社長を見に行く人いるわけじゃん。あのさ、すごい有名な投資家とかはさ、社長の考え方とかを聞いて投資を決めるじゃん。その会社の経営とかビジネスモデルとかじゃなくてさ、本当に本当にすごいじゃん。やっぱそういうもんなのよ、会社の経営は。熱意だろよ、で熱意。俺自分で言っててあれだけど、俺熱意ないからね俺は熱意ないからね、 100% 熱意ないからね。よし、伸びが悪いな、株価の伸びが悪いな。よし、 OKOK、 アフターケアして、よしか。もうこれ以上投資のしようがないからね。もうここの会社で伸びないとダメよね。社員はやる気で満ちてる。アフターケアしまくってるからね。よし、オッケー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 。伸ばせ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 、伸びてる伸びてる伸びてる。おっ、トメちゃんの笑い声。よし、オッケー、負けんぞ。よし、せんべい屋が一番儲かるってのもおかしな話よな。人が育ってないからな、人が育ってないから仕方ねえか。株価アップ、うん、購入できるでかい会社あったら買うよ。購入できるでかい会社あったら買う。会社を買うの。ニキタニワトリ500万、出演料500万。会社を買うってあるの？物件でしょ。物件強化、物件売買、物件一覧。買えないよね。投資もないでしょ。もうないんじゃない？第9期か。あー、だけどあと5位、これランキング入らないと思うぜ。あ、ケアするの忘れた。うん、たまにでかい物件ある。あ、そうなんだ。そのために持っといてもよかったのか。ラッキー、ラッキーじゃん、ラッキーじゃん。いつまでたっても負けん、うん、ああ、なるほどね。よしよし、みんなよくやった。株価アップじゃん、ランキングアップ。よし、うん、研修で大きな声、かぶれそうが近い。これ研修さ、受けさせんのありかな。研修、お店のさ、お店の人材配置を見て、このサービスが明らかに足りない。で、一番左側のあいつの顔をすごい覚えて、あいつの顔覚えて、こいつね、こいつで研修受けさせるで、450万、トップにふさわしいのものだね、研修。効率アップでしょ。一旦こいつ受けさせるか、説得と投資が上がる。あ、レベルが10になる。あ、そういう感じなの。大成功。え、そういう感じなの。昇進させて、嬉しいね。で、もう一回これ受けさせるとどうなるの。レベル15になる。こんなガンガンに上がんの。なんで実力アップしたって。俺が上げたんだけど、実力。社長頑張ってくれよ。レベル20。これ以上嘘だろ。嬉しいで。24。ここまでが限界なのか。こんなガンガン上げれるもんなの。こんなガンガン上げれんの。マックスに来たんだけど、こいついきなり。トメちゃんいけるか。トメちゃん働けるか。あ、これで見るのか。うん、ね、止めでしたわ今。彼氏見る目があるの。勉強になったの。老人に優しい男じゃな。勉強になったの。彼氏見る目があるの。勉強になったの。これトベさんもうマックスあっちゃった。450万、はめったに使わなくていいよ。あ、そうなの。もういっぱいになっちゃったわ。トメちゃんもうダメだわ。トメちゃんマックストメになったわ。俺も見たことないもん、こんなトメちゃん。ますます頑張るぜ
野呂さん、先に役職上げ切ってから450万研修。あ、役職上げ切ってからできるんだ。こいつ上げるか。これ以上できない。28だけど450結構いけるよ。超成功、超成功とかあるの。あ、そんなのあるんだ。これ鶏もいけるか。鶏上げ切って、鶏上げ切って、はい、コッコさんできないで、こうか。えぐ、大成功、えぐ。かつて見たことがあるだろうか、人類史上レベルマックスのニワトリ、レベルマックスのニワトリ。待って、株主総会に出てるやつら誰。株主総会、吉田沙保里と、あいつなんだ右下のやつ、なんか見たことあるな、エセマジシャンっぽいな。吉田沙保里か。あと吉田沙保里を、吉田沙保里いた、吉田沙保里を、よし、よし、吉田沙保里行こう。ヒロチュー、吉田沙保里大成功出てほしかったら。これ29か、 ここで止めるか。超成功、くっ、吉田沙保里が人間を超えていく、あらゆる人類を過去にしていく新人類、どこまで伸びていく吉田沙保里。よしよしよし、くっくっ、マックスマックス、説得力800、800、説得力800、かっこ物理、説得力800、おい間違えた。でヒロチュン、これヒロチュン入れてないと思う。これヒロチュン、これシュン、おさだってやつなんだけど、さらなる高み、伸びていく、大成功。どこまで伸びるんだこの男は。陰りが見えない、まだ伸びる、まだ伸びる、超成功。こっちこっちか、これにするか。よしよしよし、オーケー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 。ね、ここでお店に出てる人たちをこれでちょっとずつ上げてきゃよかったんだよ、これでね。ほらレベルがまだ低いやつらいるじゃん。これ知名度が足りないけど、もう吉田沙保里上げようがないから、ここ知名度アウトなんだけど、まあここら辺でさ、レベル30にしたやつらをポツポツ使いながら、そうやってやってった方がいいんだろうね。オッケーオッケーオッケー。あとでここは人事は変更しますか。レベル上げてね。で、営業開始する？営業開始するか。ちょっとお金足りないしね。営業開始だ。うん。これさ、人件費っていうか、やばい。これお金やばくない？固定費が高くなってない？そういえば。結構役職つけたからね。大丈夫か？いけるか？おう。おう。やばいやばい。収入。あ、収入ね。収入、収入ちょっとやばくねえか。大丈夫か。素晴らしい結果ですね。何も考えずにやったら俺とんでもないことになったんだけど。大丈夫かな。株価アップしたか。それでも株価アップするのか。はいはい。株価アップするのね。あ、何これ。何こいつ。説得力、投資、発言コスト、ホームラン兼。うん。まあノーマルだしね。株主総会来たか。しっか。まあまあ、今回はレベル30よ。無理よ。もう勝てねえよ、こいつら。どう考えても勝てないよ。第9期株主総会でございます。万全の人選で来ております。支持率は関係ありません。無理やり 100% にさせる意思がございます。それでは始めましょうか。本当に株主の皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もう幹部しかいないからね。ちょ、見よう見よう。待って、いつもこれ属性間違える。赤は緑に強い、緑は青に強いで、青は赤に強い、3すくみね。よし、はい、誰で、青がいつもゲージ溜まるの早いのよ。だから青からやっつけないといけないので、青で発言のコメント、待って、青これ緑でしょ、緑だから赤で殴る、赤、はい、で止めパンチ。ちょっと待ちなさい、話聞きなさい、あんた年寄りの話聞こえないの。よし、 OK OK、
おとなしく手叩いとけ、ずっと猿みたいに。よし、どこ行こう。これ緑はもう無理でしょ。今緑、あ、青やつけたから、次は赤か。赤は青が2人いるからいいか。緑やつけてえな。だけど赤使ったから青、青のやつ誰かやつけるか。体力が引きそうなやつ。体力あいつ高いな、右側のやつ、一番左のやつ体力高いね。こいつにするか。お前だ、お前吉田沙織なめんじゃねえぞ。待って、ミスった。赤か、赤でいくんだ。赤でやって霊長類最強の声を聞け。997、霊長類最強のおたけびだぞこれ。お前4桁いくぞ、なめんじゃねえぞお前。吉田沙織をなめんなよ。しあ、待て、一番右のやつやばいな。よしよし、やばいよね本当に。よし、来い。ちょっと青は緑だから、トメさんいけるかね。トメさんで破壊して、今度赤で殴る。オッケー。赤で殴る。よし、こわもて始め。いけるかお前、霊長類最強のおたきびを聞きたいのか。会話なんて役に立たねえぞ。よし来い。ちょ、どうだ、赤か。はい、くらえ。1000、ちょっと待った、1950。ダメだよお前マジで霊長類最強なんだけど、あいつ吉田さんにおたけび一つでゲージマックスのやつさ、一発当たったのさ、7割ぐらい減ってんだけどね。おたけびで1000与えてさ、次のおたけびで1200与えてからね、 1.2 倍でやばいな吉田沙織に。やばいな、説得力がやばいんだけど、半端ねえんだけどマジで。収入24万入ったわ、役員報酬やばいな。もうあいつ向かうとこ敵なしだろ。あいつに勝てるやつおるんかマジで。説得力800だよ。カテゴリー商品順、サービス力、知名度、所有物件、何、説得力順はないの。説得力順でこいつ800だぞマジで。他に超えれそうなやついるか。196結構高いんじゃない ?196 可能性はあるのかな。ポテンシャルは感じるけどな。こいつほどではないと思うけどな。せいはビビるんだけど。素でせい与えるんだよ。耐えてるやつはマジ心折れるよ、本当に。声を出す前の吸い込みでまずもう震え出すと思う、耐えてるやつは。気を失うと思う。声を出す前段階で。やべえわ。うまくいったか。よしよし、OK。負けんぞ。よし、来た。よし。よっしゃ。なんかがレベルが上限きたな。よし。CM だ。CM 実行するか。うん。よっしゃ。ないっすよ。もうそろそろで終わりよ。なんだろう、あれで。レベル5。こいつね。こいつは、ちょっと。はい。よし。ねえ、お店のさ、お店の経営状態に合わせてさ、サービス状態、これもサービス高い人が入らないとダメでしょ。で、ここは知名度が少ないから知名度高い人でしょ。で、ここは全体的に質が悪いから、まずリーダーをなんとかしないといけないでしょ。ちょっとリーダーをなんとかしないところから考えるか。ちょっと待って、サンド山本はなんとかしよう。サンド山本どこだ。サンド山本どこ行った。サンド山本。ちょっとお前全体的にダメだわ。よし、OK。いけるか。よし。あ、研修率アップじゃないのか。前回の時か。勉強になったか。いけるか。いけるか。これも払えなくなったわ。結構やったな。俺結構やっちゃいけないことやってたのかな。大丈夫か。スキルアップしてくれ、もっと。もっといけるか。頼む、超成功出てくれ。レベルアップしてくれ。ありがとうございます。あ、ドレミちゃん、こんばんは。よし、CM。CM 開始。一番せんべいだ。あ。私が社長です。ナイス。こんな時間までどうしたんですか。これ龍が如くをさ、クリアまでやろうかなと思ってさ、もうずっとやってんだよね。ずっとやってんだよ、龍が如くクリアまで。
やろうかなって。でその前にまずお金稼いでさっさと最強装備になろうかなと。もうイージーモードでゲームクリアしようかなと。もう CM すげえわ。もう CM がエグい。うちねドレミちゃんすごいよ。うちねこのね右上にここいるじゃんこいつ。こいつね吉田沙織って今呼んでるんだけど、株主総会でねあれで前人未到の説得力を見せんのよ。本当に説得力かっこ物理みたいな。本当にやばいよ。本当に水を得た魚じゃないよね。本当にもうそれどころじゃないよね。本当に自分の好きな世界を作った神様みたいな強さを持ってる。本当に自分の領域を持ってる。領域かそれが。うん、うん、見せたいんだけどね、ちょっとね株主総会がないと無理なのよ。何回かこの営業やんないと。しかも株主総会終わったばっかりだからね、多分ね20分以内には来ないと思う。いや来るかな。 早回転させれば来るかな。4回ぐらいこれを繰り返したら株主総会。いやーやばいよ。よしよしよし。モロさん、4期だからすぐだよ。4期だからすぐ。よしよし、 OKOK。 うん、モロさん、2分で回せる。2分で回せるか。行くか。よし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 。飲食分も終わった。クリーニング、投資金額150まで1500万。嘘くせえ。10倍でくんの。だいたいさ年利率 10% でも嘘なのにさ、ほとんどさ年利。株主総会が近いです。株主総会近いって言ってる。よし、うん、もしか。よっしゃ、営業開始だ。俺さ今アフターケア見たらさ480万って出なかった。うん、ケア、ケア。もう全然全然全然クリア。まだそう、ラベビタさん、そうよ、俺は営業王になる。全然クリア間近じゃないよ。その前のね今下準備してる。モロさん、うん、ケアも高くなるね。マジか。まあいっか。だから2回に1回とか言ってたのか。株価はキープ。よし、株主総会来るか。 CM 終わったか。株主総会行くか。モロさん、うん、そうそう、なるほどね。さてそろそろ株主総会。今回は紛糾何。株主総会中野渡るが来ます。あばば、中野渡る誰。総会は3年生。あ、壊し屋ボス戦来た。マジか。ドレミファソラシシドさん、うん、株主総会がどんなものなのかもわからんけど、うん、株主総会はね、まあ属性別のなんかあるんだけど、細かく言うのもあれだけど、株主が文句言うのよ会社に対して。でこの主人公たちの社員がそいつを解き伏せんのよ、黙れみたいな。その説得力が必要なのね。属性じゃんけんみたいな相性あるけど、三すくみで吉田沙織がいるんだけど、吉田沙織はね一人だけねバケモンみたいなダメージ与えんのよ。他のやつらはさ300とか与えたらさめっちゃ与えてる方なんだけど、300とか250とかね、180でも結構与えてるよね。吉田沙織さわーって言うじゃん、1000与えんの。うわ、1000。ほんとにほんと人類史上最強の雄たけび見せるからね。うん、やめろやめろ、パピコの話題出すな。やめろ、そこでパピコの話題出すんじゃない。分かった、多分大丈夫よ。うん、ドレミファソラシシドさん黙らせるの。そう、泣くまで泣くまで正論で攻めそう、パピコ。やばい、悪取りしちゃったわ。悪取りしちゃったわ。ちょっと出してカットで言わろう。うん、50位内行くか。行くか。これが株主総会よ。でこれが最強の布陣。うちのメンバーです。うちのメンバー。ラベビタフィオフィオさん、髪が茶色い。髪が茶色い。あ、イズ言わ。あ、I'm hair black but now hair color little purple ね。ちょっと紫入ってる。本当にちょっとね。で見て、これ見てよ。ドレミちゃん見てよ。説得力350、250飛ばして250、レベル30マックスよこいつら。これよ、250、350、250、説得力ね。吉田沙織見るよ。吉田沙織開くからね。ドン800。ドン800。本当に神の雄たけびよ。本当に鶴の一声。俺さっきまでこれ鶴の一声こいつって言ってたけどさ、ニワトリだから。もうドン800。こいつら全員レベルマックスだからね。レベルマックスだからね。
レベルマックスで350、250、250、ドン800かかってこいと。うっとり吉田沙織のさ、伝説の言葉知ってる？みんなすごいからね。ほんとリアル吉田沙織のさ、セリフでさ、チームメイトがみんな私のタックルに対応しようと練習してきたのでタックルで全員倒しましたって。意味がわかんなくない？タックルの対応してきてさ、タックルでやられたりいろんな戦法を練るわけじゃん。土星論で倒すのよあいつ。私はタックルで倒しましたっていうね。あいつ、あいつ負け者だからね。本当に本当に吉田沙織本当負け者だからね。アナウンサーでもアナウンスでもいろいろ言ってるからねあいつ。マジで私は女に生まれて本当に良かったです。男に生まれたら絶対試合中殺してましたって。そう、絶対に殺してましたって言うもん。あいつ人殺してたと思いますって言うの。あいつ女で生まれて良かったって言ってんの、そういう理由で。とんでもないでしょあいつ。やばいよ。中国さ、中国からさ、吉田沙織なんて呼ばれてるか分かる？あまりにも強すぎてさ、絶望と呼ばれてるんだ。漢字2文字で絶望と呼ばれてるんだ。あいつやばいからね本当に。それにパピコ強いからね。もうやばいからね。中国に呼ばれてんだよ絶望って。で軒並みライバルのやつはさ階級変えるのよ。吉田沙織がいるから階級下げた、吉田沙織がいるから階級上げたってこう分かれてくんだよ。でさ男のさ世界チャンピオン、準チャンピオンの人と対戦しててさ、すごい強かったです、ギリギリ勝てましたっていうのよ。意味わかんなくない？男の選手と戦ってよ、意味がわかんないでしょ吉田沙織ギリギリ勝てましたすごい強かった。いややめとこう、あいつの話はやめよう。あいつの話はマジで面白いから、マジで面白いから、ほんとやめかね。あのアルソックの CM の時さ、あの壁に貼り付いてるのあれさ CG じゃなくてね、ガチで貼り付いてるらしいよ。あのガチであの壁に貼り付いてるの。やめとこう、やめとこう、俺リモート取ってこう。ドレミファソラシシドさん、吉田沙織大好きだな、わらわら。ノロさん、長見楽しそう、わらわら。え、吉田沙織大好きだよ俺。吉田沙織やばいからね、ある人、うん、本当にあの人のエピソード見ると全部楽しいよ。走り込みのトレーニングとかさ、他の人が重り持って走ってんのよ。吉田沙織何持ったと思う？やばいよあいつ、疲れてバテそうな選手、人間を背負ってんのあいつ。3人ぐらいこうやってこうやって、すごいあいつマジで。人を背負っていくからね、マジであいつガチで化け物よあいつ。でさ、あいつさ海外選手とさなんか練習するって、海外選手がさ吉田沙織のトレーニングに付き合ったのよ。たら2日ぐらい経って連絡が来なくなって3日だったから。ハルクだよあいつ。吉田沙織の練習さ、ちょっと俺も強くなりたいって海外の選手が来たのね、吉田沙織の日本にね。で来て2日か3日ぐらい経ったら連絡が取れなくなって、どうしたのかなと思ったらそいつ黙って帰国してたの、練習がきつすぎて。同じ選手なのにさ、練習きつすぎて帰ってんだよ。吉田沙織の日常をこなせないのよ。やばいよあいつの伝説マジで。本当にいっぱいあるからねあいつ、やばいよマジで。神よあいつ。それぐらい入れ込んだらさすがに強いわなって思うけどね。もう骨格もおかしいんだろうね。1,2,3,4 アルソクって言ってる場合じゃないからね。4まで言わせないからねあいつのタックルは。本当に魂を置き去りにするかね。魂ここにあるけど多分体が後ろに行ってるよあいつのタックル食らったら。もう本当にもう気がついたよ、意識の外よ本当に、ね、リアル幽体離脱くらいよあいつのタックル食らったら本当に。マジで本当にダメよ本当に。本当に無拍子で来るよ、無拍子タックル来るよ本当にね。体
裏拍子と表拍子の間、本当に第9回定時株主総会でございます。第7期の株主総会からいらっしゃる吉田沙織さんをこちらも構えております。どなたで来ていただいても構いません。最高の雄たけびを聞かせます。支持率関係ございません。絶対 100% で通らせていただきます。それではよろしくお願いいたします。株主総会よろしくお願いいたします。ありがとうございました。来たの。あいつはなんだ、緑緑と青、あ相性悪い。緑かあいつ。あーどうしよう、青のやつからまずやっつけるか。青じゃあ赤使いたいから緑か。あーだけどな、緑かドレミファソラシシノさん、株主派めんどくせえこと言うからな。そうだけど関係ないよ、株主の言葉は全部黙らせるから。よしいっか、青がゲージ溜まるの早いんだよね。青がいつも早いよ。いや赤いくか。はい、守ってるわ。あダメだ、待て赤でしょ、赤って青じゃないの。あ緑だ間違えた、止めちゃうんだ。で吉田沙織でとどめ1000 吉田沙織大好きだわ俺。こいつの火力おかしいわマジで。もうあえてさ吉田沙織にとどめさす必要なかったけどさ。やばいよ、雄たけび開けたらさこいつのさもう服とか全部破れてさ、もう後ろまで吹っ飛んでるじゃない。こいつの説得力かっこ物理超音波無理なんじゃない。俺勝手に着せんもん。青か、青いくか、青は緑ね。はいはい、これ赤だから青だから青は緑ね。こっちか、止めちゃん。よしで青、同じ青でいってみるか、吉田沙織でいってみるか。799800、吉田沙織属性ものともせず、属性をものともしない吉田沙織。3組の体制で二属性を制覇する吉田沙織、二属性を制覇した。これはいけるか。吉田沙織で説得力が強いぞ、これは強いぞ。吉田沙織が強い。同じ属性とだからこちら側が強い、弱点属性には強い。よし行くか、行くか。ね、緑ボスだからね。こちらにとっては弱点属性よ、吉田沙織が負けてる属性よ。行くか、行くか。ね、これは緑は赤ね、赤で一旦どこがよ。で吉田沙織で吠えてみる。500、吉田沙織500、決勝、吉田沙織だけで倒せる。吉田沙織だけで、吉田沙織さんいればもう何もいらない。今のボスでさ、しかもこっちは不利属性だったのよ、不利属性だったけど吉田沙織で雄たけびだけで倒した。さすがに4回ぐらい殴らなきゃいけなかったけど、吉田沙織さんいれば何も問題ない。みんな気づいたか、本当に吉田沙織なんだよやっぱり。すげえな、ふっと強えな。めっちゃ笑ったんだけどこれ。めっちゃ面白いんだけど。ありなのかこれ。俺これもこれダイジェストかクリップじゃない、この株主総会。やばいぞ。吉田沙織やばいぞ。前々からやばいぞ。誰も吉田沙織。そう。やばい。雄たけびだけで株価を上げていく女。雄たけびだけで株価を上げる。やばいわ、ボスやっつけたわ。これいけるもんだね、大幅アップ。ドレミファソラシシドさん、負けが見えない。これこんなにさ、龍が如くこんなに楽しかったっけ、こんなに楽しかったっけ。ちょっと待ってよ、久々よこれ。空き缶ゲームも楽しかった、音ゲームも楽しかった、株主総会マジで楽しい。
吉田沙織さえいれば俺何もいらないと思う。本当にもううなぎ登りよ、お金も。本当にもう株主総局楽しみでちょうがない。次はどんな強いやつが来るのかワクワクしてきた。もう俺悟空だよ、俺悟空みたいな存在になってる俺が。もうやばいもん。うん、なんとかなりましたね。じゃねえわ、吉田沙織だわ。吉田沙織マジで面白い。マロさん、弱い物件売ってでかい物件買うのよ。分かった、でかい物件ね。だけど50以内入ったらまた新しいの買えるんでしょ。よし行くか。それにファソラシシドさん、吉田沙織を黙らせるやつを見たいな。ね、いないんじゃない。とどめは吉田沙織でいいんじゃない。困ったら吉田沙織。本当に野呂さん、猫カフェとか増えるはず。猫カフェが増えるの。猫カフェっていいやつなの、わかんないけど。いやもうやばい。なんかね、ドレミちゃんね、一応ゲージみたいのがあって、一回喋るごとになコストみたいなのが使われるのよ。で、時間が経つとこのコストが回復していくのね。で、株主が文句言って、それを論破して、相手が言えなくなったタイミングで、とどめの言葉を言って、相手の体力を削っていくのよ。で、その言葉を言う社員のコストがあって、どんどん減っていくのよ。だから最初に相手の言ってる言葉をこうなんだろう、取り崩して相手の体力を減らす段階まで持っていくときに吉田沙織は使っちゃもったいないと思う。だけど吉田沙織さ、シールド3つあってもさ、吉田沙織が一言言ったらさ、そのシールド全部剥げるんだよね、バーンって。全部バーンって剥げて、吉田沙織が言ってさ、バーンって。ドレミファソラシシドさん、コスト見てなかった。コストあるよ、コストね。だけどで、吉田沙織でそんな高くないのよ、多分日常だからじゃない、吉田沙織の。ほんと霊長類最強ってさ、あの吉田沙織だと思うよ。吉田女は吉田沙織で、男はあの室井さん、そう、室井選手、あの人知ってる？なんか準備運動こうやってさ、あの走り幅跳びじゃなくて幅跳びあるじゃん、ウォーミングアップでさ幅跳びすんだよ、こうやって。室伏、そう室伏ね、あいつね、あの砂浜のさ、あっちさ、普通になんかこうやってボーンって飛んだ、それ日本新記録なんでしょ。あの人吉田沙織バージョンだよね、室伏もやばいんでしょ。で、あのめちゃめちゃこれ握力のさ、めちゃめちゃやばいやつさ、硬くて日本で曲げると3人ぐらいしかいないとかいうやつだったっけ。初めてやった時普通にガチンってやって、これいいっすねみたいな。全部がやばいんでしょ、あいつも体。、はい、俺吉田沙織が好きで吉田沙織ばっか見てたけどね。新しいおもちゃ、ハッハッハッつってるわ。ダメだわ、室伏いないのかな、このゲーム。ハンマー投げだけじゃないからね。